新卒自治体職員です。民間ではペーパーレス化がある程度進んでると思いますが、役所がペーパーレス化することは将来的にあるでしょうか。日本以外の国だったらはいって断言できるんですけど、僕ちょっとそこまで日本の人たちが頭いいと思ってないんですよね。なのでペーパーレス化しない可能性もワンチャンあるんじゃねえかなと思ってんですよね。保存期間が長期の文書などを紙で保存するのは分かりますが、1年で廃棄する文書を紙に残しておく理由が分かりません。紙で残すメリットって悪いことやろうとする人側にあるんですよね。要はその亡くなってほしい文書があった場合、デジタル化して書類をちゃんとデジタル庁の優秀な人たちが作ると、データ消せなくなるんですよ。なんか例えばじゃあじゃあ安倍首相の奥さんの秘書的な立ち回りをした人というのが、明らかにその民間人に対して秘書みたいなことを仕事して、で、他の講演会とかの手伝いもしてたよね、みたいな書類があった場合に、この書類をなくしたいというふうに政権が思った時に、紙だとなくせるんですよ。シュレッダーに持っとけばいいから。でもデジタルだとなくせないんですよね。っていうのがあったりするので、なので、デジタル化って書類をそのデジタル化するっていうのは、日本の政治家はマイナス面の方が大きいんですよ。なので進めたがらないっていうのがあって、で、現状も進んでないと。なので今後もなんか進めたがらないから進まないっていう方が強いんじゃないかなと思うんですよね。要はそのデジタル化を進めるのは政治家の仕事なんですけど、政治家はデジタル化を進めない方が得なんですよ。例えば官邸機密費、菅さんがその官邸機密費を、あれ、3億とか使ったんだっけ？なんかその安倍政権の間に3億円ぐらい使ったんですけど、その3億円何に使ったか分かんないんですよね。で、別にそれも分かんなくて良いってお金なんですけど、っていう感じで満額使います。官房機密費ね。満額使いますっていうのがあるんですけど、そういう感じでその何に使ったか分からないようなお金とか、何に使ったのか分からないようなことっていうのって結構政府って大事だったりするんですよ。官房機密費か。機密官房費。例えば桜を見る会っていうのがあって、で、そこの名簿っていうのは結局ないということになったんですよね。桜を見る会の名簿はないので誰を呼んだか分かりませんってことになったんですけど、で、誰が呼んだか分かりませんということになってたんですけど、某テレビ局で僕その仕事をした時に聞いたのが、なんか名古屋かなんかのキャバクラ嬢の人が桜を見る会に呼ばれたと言っていると。で、これって呼ばれたんですかっていうのを、省庁に確認したら、いや、その人リストに載ってないですよって言ったんですよね。で、要はその、リストを出してくださいって言ったら、リストはないんですけど、誰が来てるか来てないかっていうのを判断する材料は、省庁にはあるっぽいんですよ。っていうのがあるんで、なので、紙という形で、デジタルに残すと必ず見つかっちゃうんですけど、他の名目の何かの紙であれば、多分残せるみたいな形になって、多分残ってると思うんですけど、っていう感じなので、やっぱデジタル化ってしない方が政治家得なんだろうなと思ってます。はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。